私の最近ここ半年ぐらいの大好物タコライスです。なんで配信を始めたんですか？なんとなくです。かまち恒例出張先で配信するやつ、ただただただそれだけです。ちょっとほんまに前髪が割れてます。顔見せてよ。いいよ、すっぴんだよ。誰もいないよ、ホテル。ねえ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 、私さ、大谷さんのやつさ今日知ったの。やばくない？時代今日知ってさ、のさ友達にさで大谷、友達というか会社の同期なんだけど、で大谷さ 50-50 達成してんじゃんってさ聞いたらさ、今って言われた。かがかかまちさん、動画え、今日、え、今日は今日なの？え、なんかさ12時間前ぐらいって書いてあったの。そう、ちょっとどういうこと？私はね、さっき8時、違うね、8時じゃないわ、もうさっき、ほんとさっきね、10時間ぐらいにねえって達成してんじゃんってね、51-51になってたよね。 51-51 ですよね。そして51-51になっとって、そうで、そのさっき10時くらい、もう帰ってすぐ携帯でちょっとツイッターぽいぽい見ようやったら、達成って書いてあって、えっつって、でもさ、でも顔さどうなっちゃうんだろう、これ。ちょっと待って、これ見て、これみんな見て、これみんな見て、これみんな見て、これちょっと落ち、顔割りにしたらさ顔面落ちたんだけど、ヤッホーみんな、こんな感じだよ。マジ何もしてないよ、今髪かき乾かした後だもん。かわいいだって、ありがとう、どうも。前髪割れ女、どうも、前髪割れ女です。イエイ。リップス塗ってないわ。え、ね、このさ、なんか、あ、ちょっと待って、この壁いいよね、イエイ。ちょっとさ、せっかく顔ちゃんとするならさ、漏れた角度がいいよね。ほら、ちょっと全然漏れないじゃん、ダメじゃん。ちょっと見て、前髪割れすぎじゃない？さすがに、ちょっとさすがに割れすぎでしょ、さすがに。これどうしたらいいの、これ。いや、本当にリップも何も塗ってないし、ちょっと待って、それちょっとね、女優ライト大事だよね。待って、この鏡ってライトつきそうなさ、ライトつきそうなのに電源がないじゃん。どうやったらライトつくんだろう。そこいいじゃん、このホテル。え、でもさ、聞いてや、なんかさ、あの温泉付き、あのさ、大浴場付きみたいなさホテルにしたのね。イエーイって思うじゃん、イエーイって思ったらさいや、思ったらさ、なんか男性のお風呂が故障してるから、なんか交代制ですって書いて、なんか男女入れ替え制で対応しますって言われてさ、ちょっとそれ嫌じゃんと思って入らんかった。しかもね、入れ替えの間のね、清掃10分しかないの。なんかお湯をさ変えるとかさあるわけでもなく、ちょっとさ嫌じゃない。これで大浴場さ3時から開いてるわけ。今から入ったらさ、3時から入った誰か、もう男女限らず入ったお湯ってさ、まあ、温泉は好きなんですけどね、
ホテル、そうホテルよ。ね、分かった、これ私マスクがあればいいんじゃん。マスクを、マスクあるわよ、マスクあるわよっていう話。よいしょ、マスク、これせ、お茶を飲みたいよね。あ、ちょっと見て、めっちゃ映った、ちょっと待って、よっこらせ。ハンさん別に潔癖ではないよ、全然全然家綺麗じゃないです。ふわー、あーあー、真夏のジャンボリー、めっちゃゴリゴリウィーケン、波乗りのハートビー、なんちゃらららら、ゴリゴリウィーケン、あーあー、灼熱のジャンボリー、暴れまくっていいぜ、あ、冷めないでサマーデイ夏だぜ、イエー、夏だぜ、フー、イエー、やー、またこいつでなんとかだ、サマーゲーえ、ちょ、別にこれ本当にちょ、マジで言いたいのが、私が酔っ払ってるからこういうことをしてるっていうことだではないってことだけはマジで伝えたい、全力で。あのちゃん、本当に本当に本当にシラフでもこういうことをやる女なわけです。わかるかいね。でれれれ、ちょっと待って、パソコンをさ、ほら見て、これで映るね。ちょ見て、ちょ待って、これセンターパートできるぐらい割れてる。乾かし方が悪かった。明日空のちゃんに会ってくる。なんかあるの、空のイベント。ちょっと待ってよ。おいおい。なんやこれ。なんですかこれ。なんですかいね。あ、そうなんです。あの小顔です。そ、やっぱ生。メイクしてないわ、前髪がさ、そうなのよ。でさ、ちょっとかき揚げ女子になりたいけど、どう、え、ちょ、これを本当に絶対にして、スクショとかして載せてる人いたら本当に嫌いになる。まあ絶対そんな私のこと見てる人いないから大丈夫だと思うけど、平田ゆき姉さん似てる、本当。え、でもなんかさ、言われたことあるけど本当に似てないのになんで言われるかが気になる。パソコンをさ、台にしてるのね。パソコンを私は充電したいわけ。パソコンを充電したいね。パソコン、あれ、ね、パソコンの、パソコンの充電するさ、どこ行ったんだろう。あ、これね、ホテルのパジャマ。え、あのパソコンもこれのさ、何？コンセントの部分がない。あった。え、これホテル名書いてないよね。大丈夫これ。ちょっと。見て見て、ホテル名書いてあると思ったらさ、グッドスリープって書いてあったわ。なんでやねん、ほんまグッドスリープって。私明日さ朝早いねん、めっちゃ朝早いねん。明日さ6時には起きたいのよ。6時に起きたい女なんですよ確か。え、なんかね、これね、軽装度って書いてあるんだけど、なんだろう、軽装度の壁らしいよ。ベッドの壁だけかも、もしかしたら。はい、充電完了。じゃあ出張先ってさ、寂しいやん。週末の雨、どこが大雨ですか、日本がですか。え、でもこれは違うね、こっちだわ、このこれ、こ
こが珪藻土らしい。でも珪藻土って書いてあるんですよ。確かにね、今出張先さすごいのよ、湿度が、湿度がすごくて、ちょっと本当に前髪折れすぎだって。これドライヤーで見て見て、これなんかリファのドライヤーがあるルームにしたの。あのちゃんと経費、出張のお金ないのにハマるホテルだったから、でなんかレディースルームみたいなのがあって、リファ、こんな感じ、リファの威力単独、そう、一人で出張来てる。ミミガーめっちゃ好きなんだよね、私本当にミミガー大好き。え、髪の毛染めたばっかりなんだよ私、実は顔写してないからさ、知らないと思うけどさ、クオカードもらえる部屋なんてあるの全然知らないね、久しぶりだよね。明日朝食さ、コンビニとか、うん、ちなみにさっきも会食をしてきました。結構前から撮ってたからそんな高くない。カマフェス、うん、そのタコライス全然別の、それはね、なんか原宿の方のタコライス、原宿でたまたまタコライス見つけたからさ、他のもの食べるとタコライスに飛びついちゃった。そう、まあそうなのよ、出張でそうなのよ、頑張って日帰りはするんだけどね、ちょっともう無理だ。見て、懐かしい、このボブの感じ、どう？髪の毛切ったんです、皆さん、髪の毛切ったの私。あ、日帰りじゃないわ、明日が日帰りって意味。そう、明日が日帰り？違うね、一泊ってことか、一泊二日、二泊三日しなくていいって、せずに頑張って帰る、結構きついけど。ディリリ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 、あ、懐かしいこの感じ。え、なんかこれが一番懐かしくない？みんなにとって年齢的にさ、このぐらいが懐かしくない？このぐらいだったよね、多分。真夏のジャンボリーレゲースの浜ビッグエアって、なんかさ、イコラブ、あれ、あ、あれか、この恋フォー、この恋フォーエバー、すごく大人のフレイバー、それが君の気のレイちゃん、特別な私プレゼント、だってもっと、はい、もうボサボサになるやん。あ、ちょっと一回さ、音オフにするからさ、オフにして髪乾く、ちゃんと乾かすね。なんか今7割乾きだわ。それでさ、みんな喋っててね、
乾いたわ。これで乾きました。早すぎ。え、多分大丈夫。ほんとほんと。ちょっと携帯も充電したい。携帯も充電したい時ってどうしたらいいんだろう。ビリッダダ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 ダ。いやマジでね、まあまあな頻度とかじゃなくて、結構実は配信、最近は配信してない出張もある。正直だからめっちゃ多い。少し飲んだよ。1,2,3,4 杯くらい結構飲みました。結構飲んだよ。毎回出張ではないよ。でも出張の時なんか配信しちゃおうとかって思っちゃう。週1ではない、月1とか、月1とかあんのかな。前の朝の配信いつだっけね。でもそのなんていうの、会食だからなんかちゃんと酔わない。会食とか私酔わないんで、あのなんていうんですか、その気をさ、もしさ酔っ払ってさ、もうなんか粗相でもしようもんなら。そう、金曜日に出張っていうのはね、明日お仕事があるから前乗りなの。今日が前乗りだからね、明日が仕事なの。そうなの。あ、テーブルマナー、いや普通に居酒屋って感じ。この間さ、この間会社のおたかつに、だからもう私はおってもさ、おたかつはさ、ライブはさ、もうなんかさ3ヶ月前とかには分かってるやん。やけんさ、もう私はもうこの日にもう仕事が入っても私は無理ですって行けませんって言って言っちゃう。でそんで、いや諦める時もあるよ。なんだ、チケット申し込みしなかったら諦めるけど、例えば1個2公演やったら、例えば早上がりして夜公演だけでも行っていいですかみたいなことはやる。めっちゃ言ってる。そういうのはやります、よく。そう、ちょっとでもね、やっぱりね。ね、見て、ホテルにね、サロニアも、女子ルームだからサロニアもついてた。でも私髪の毛負けないんだよね。でもさ、私は朝さあんまりさ、もう起きてさ時間をかけたくないわけよ。朝起きてすぐ行くぐらいにしたい。今日絶対12時には、ね、終わって寝るから。おたく、でも私はね、基本的にね、お話し会に行かないから、ライブを見るオタクなので。そう、ただ泣いて笑って過ごす日々に。いや、じゃあお話し会はさ、喋れないの、下手っぴすぎて。なんかさ、私自分がこの相手側になったことが、いや、お話ししたい、いやしなくていいかも
素敵なライブを見せてくれたらいいかも。でも話したいとは思うよ。そうなんだけどさ、私はさ、その自分がさ、この来られる側もさ、やったことある人間なわけじゃん、稀有な人間なわけじゃん、珍しい人間なわけじゃん。思ったのがさ、マジで例えばさ、そのお話し会で喋るパターンとしてさ、なんかもう大好きですみたいなさ、かわいいかわいいみたいなパターンとさ、あもうさ、なんて、私特に多分私のに来る人は多いというか、多分私がそういうタイプだからっていうのもあるんだけどさ、え好きですみたいな人ってよりかはさ、よみたいな、えヤッホーみたいな感じじゃん、なんかヤッホーヤッホーみたいな、このテンションのさ、友達っぽい人多いじゃん、友達感覚の人結構多いからさ、えマジでそれできるのすげえって思った。だってえそれだってさ、だってさ、正直さ、覚えてない人とかにそれってあんまできないじゃん、え思わん？まずだから、つまり覚えられてるみんなもすごいし、覚えてる自分もすごいわけよ。でしかも覚えても、なんか初めましてとかのなんかで、向こうのその来る側の人がそういうもともとテンションがいける人だったらいいけど、じゃなかったら最初はさ、なんか、あ、はじめまして、まるまると言います、何々を見てゆきなちゃん気になってとかってさ、なるやん。でもさ、それをもうさ、減ったら減って、なんそういうの何回か減って、えやっほーみたいな、今日さ、なんかなんとかでさみたいな、一つ多いになれるわけじゃん、えそれなみたいな、えすごくないって言って、私さ2年いなかったんだよ。しかもコロナでさ、結構さ何もできてないのにさ、それできるさ、関係性のうちらすごない？普通にすごないっていうことを思ったです。自分が参加してみて、あまりにも喋れなかったので思いました。すごくない？え、ねえ、あ、天の王見たよ、私も。え、おだいりさんの握手はもう本当に、私が本当に緊張してたから、あーみたいな、あー、みたいな、あーって、でもちょっとなんか後半、えさっきさーとかって言ってみるんだけど、ずっともうバック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 、ユキーナお話し会いる？あったら来る？さすがにさ、だっていや別にさ、やろうと思うもできるさ、オンラインだったら嫌でしょ、みんな。ミヤさんありがとう。オンラインだよりはね、オンライン嫌でしょ。そしたらさ、イベント会場を借りなきゃいけないし、でオンラインマジで苦手。それな、私もそれな。公民館ってさ、そんな簡単に借りれんのね。柴さんマジでよくしてくれる、本当に嬉しい、ありがたい。まあ、会場手配よろしく。では長野の辺鄙なとこでもいいよ。長野の山奥。かまちさんイベントのおかげでヤフー遠征、あ、よかったじゃん、結果オーライ。でこれったらさ、割れ治るかな、治んないね、割れは治んないね。あ、ちょっと治まし、立川ね、立川住民発見。はい、この人立川に住んでます、きっと。
くて。なになに、2月の私の時に千葉さんにラフラフ振り込んだら近っ端で、え、そうなの、それ本当にそれきっかけなの。な、富士急、来週富士急いるよ私。立川ではないけど立川付近ってことやろ。立川付近どこやろ。立川に一本で行けるとことかね。8月大阪の時間、え、私が行った日何歳いなかったの。私がおみちゃんに会いに行った日。来週は KT、 ああ、ゼップ、KT ゼップ、あれね、あの、挨拶回りね。あ、待って、え、さ、それさ、待って、え、それさ、グッズ届くよね。ちょっとやばい、グッズ届、グッズ受け取れるかな。あ、でも、グッズ、え、グッズ受け取れるよね。あ、土曜日の方だったんだ、なるほどね。ああ、コンビニ受け取りもできるかも、分からん。でもさ、ほら、平日受け取れないか。明日到着？え、無理、不在票だわ、不在票案件。誰かに私の家の鍵渡そうかな。誰に？でもそもそもさ、私がここに鍵持ってんだわ。どうしよう、鍵のありかを忘れればいいのか。鍵のありかとかない、家壊して入ってもらえばいいか。まあいいか。鍵とか面倒、そりゃそうよね。田舎はいらんよな、鍵とか。玄関開けっぱでいいもんな。写真集誰の？写真集で誰のですか？え、でもさ、おばあちゃんちとかマジでそうだった。しかもさ、もうみんな普通にさ、もう開けてさ、まるまるさーんってな、ごめんくださーいって言うやん。もうさ、ピンポーンとかじゃないやん。もう開けてさ、まるまるさーんみたいな、なんとかだよーみたいなさ。あ、この風潮素敵よね。今危ないとは思うけどさ、そういう犯罪とかが増えちゃって。私はこういうの好きよって思う。斉藤飛鳥になりたい。私もピンポンしたことないもん、ね、それあるけど。あ、目にマスク刺さる、目にマスク刺さる。このね、この余白感で分かるよね。裸足でサマー、いつもの夏と違うんだ、誰も気づいていないけど、日差しの強さだとか、花の色の鮮やかさとか、何度も季節が巡ってどこかに忘れていたもの。私さ、乃木坂のライブにさ結構行くんだけど、結構行かないんだけど、たまに1年に1回くらい行くんだけどさ、心の中でさ、タイガーファイヤー言ってるよ。ないじゃん、サッカー道にはタイガーファイヤーないじゃん。ここでもさ足りないのよ。うわ、ここに入れれるわって
思いながら。ないやんな。え、ないよな。あー足りない。そうなんよ、コールをするようになったら、そうないの寂しく感じる。そうそうそう、愛をもっと、あー足りない、足りない、くるめのがなり彩るのは愛をもっと、あー足りない、足りない、みんな最近は何、みんな AKB をしてる、 AKB をしなよ。私は AKB 推してるよ、ちなみに。私、いっちゃん AKB 推してるよ。今、あくびをしているけど、マスクをしているとバレますね。コンカフェ、え、コンカフェ、コンカフェ、メイドカフェとかってこと？ね、AKB、 今の AKB 私好きよ。今の AKB、 正直私はさ全盛期を全然見てないから知らないけど、その後の私が入る前のオタクしてた時代も好きですけど、好きだけど今も大好きよ。いいと思うの、素敵だと思うの今の。好きよ好きよ。昨日は私たちってやっぱ気合うよね。イエーイ、通じるわ。マジうちみんなと気合う気する、分からんけど。じゃあみんなさ、私と MBTI の相性診断してみて。 ISFJ、 友達感覚で話せる、あ、我みたいな。確かに うちら合わないね、いつも喧嘩ばっかだもんね。そう、擁護者、擁護者なのよ。相性最悪、ガチで。ちょっとじゃあ喧嘩しよう。一回喧嘩しよう。一回喧嘩したらほら仲直りすれば仲良くなれるから。しんゆんちゃん ISFJ だ、マジ。私の友達なんだろう。え、30分もかかんじゃん、20分ぐらい。で見て、私さ、ほら今日さ夜10時に大谷さんが達成したことを知ったけど、もうこれ飛行機乗るとき、あ、飛行機って言っちゃった、飛行機乗るときに買っといた。ほら分かってたんやん私。相性悪いガチで。すごいやろ、すごいんやで。普通が一番ええからな。普通が一番いいですから、普通でいこうよ。鼻がかいかい。 INTP、湘南の風、いいよ。でも湘南の風、なんか私さ好きな曲めっちゃあるんだよな。そうですね、好きな曲、絶対アイドルやめない
チュルル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 ルで、あれ意味ないよ、意味ない意味ない。マクリンさんありがとう。 ENFP もしこれが、もしこれが恋というのなら、いや相性じゃ、あの相性診断、その MBT の相性診断は正直私は信じてない。僕なりに君を守りたいよ。大人になって何があっても一緒にいよう。初めてなんだ。ぶっちゃんありがとう。大きいな。私歌上手くない、マジで下手くそ。もう少しで歌うがね、聞くのが好きなだけです。 I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ。 I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋、何もかもなにゃらららら男女かから、僕はまるで捨て猫みたい。うう、岸辺との上で優しさ持ち寄り、ラナチャチャララヤララララララ。そしてまた二人は目を閉じるよ。にゃらー、わかんない。ラララララララしまわぬように。そうだ、明日の仕事だよ。でも別に私はもうどうせ起きちゃうから、もはや心配で寝たくないよね。起きれなかったら怖いから。甘くない甘くない、人並みです。寝れ、お前れろが終わり。私の知ってるお前れろがある終わり。大事だった、私一人で出張来てるさ。私お代理さんと言ったらですね、早く会っていたい、これ、あ、違う、巣の中でん、ずっと二人は生きてゆける、君の声が今も胸に響くよ。卒業、卒業、わかんない、その曲斉藤由貴でしょ、卒業って。でもわかんない。盗んだバイクで走り出すなんじゃらのまま、尾崎豊かの卒業、わかんない。ただ地図を広げてあげようなったら答えもなくって曲が好きだし、チャラララララチャ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 ラララララチャ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 ラララララチャチャララララチャチャチャ。虹、あとはやっぱり、まあ、あともう
あとはあれ、なんか LINE 来てる。すべて知るのは一部ってことにね、僕らどうして、あららららららじゅんじゅんじゅんじゅるんじゅるじゃちゃらじゃちゃちゃらじゃんじゃらじゃんじゃじゃじゃんじゅるで、ひとつありゃいいのに。社会人3年目。これ好き。これ好きです。思い出すのは君の歌。似合うんだよ。泣かれていたいよ。思い出すのは君の歌。歌い、何だっけ、顔が鮮明だ、君に似合うんだよ。あ、もう歌詞わかんない。でも最後に見たいのはきっとも君の夢の中、もう一度また聞かせてくれよ、聞きたいんだ、もっと騒げ怪獣の歌、まだ消えない夢の歌、唱えて君がいつも歌う怪獣の歌。え、コピーユにさ、めっちゃ一時検索してた。まだ知る口ずさんでしまうよ、落ちてく。今の歌の方が知ってるよ。TikTok とかでなんか曲わかんない。途中で書いた本の中に挟んだままだった、空気を読むことに忙しくて今まで忘れてたよ。この曲知ってる？愛ちゃんありがとう。しおり。そう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 、永田しおり、永田しおりさん。桜散る桜散る、ひらひら文字が綺麗。ねえねえ、みんなね、聞いたら泣く曲があるから教えてあげよっか。みんな聞いたら泣く曲があるよ。そう、臨終ラブって知ってる？臨終ラブおすすめ。最後の夜になりそうな気がして、歌詞を兼ねレディキュアとサウバイザー、束ねた長い髪焼き付けた君の神話、タイムラプス、何回も出したけどダメだった、大好きだ君のことが、誰よりずっと。ちゅちゅちゅ、あははは。いや、この曲ぐらいしか、やばいやばい、順に過ぎた。でもね、この曲に似た曲も踊れんじゃない。あの夏の防波堤、眠しおさいが聞こえる、思いはいつもないのように、ずっとずるずるる、君のこと好きすぎて僕はもう折れそうで。うわ、かわいい。あれれ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 感じてた。ほら
え、マジで酔ってない、本当に。いや、この間ね、本当に会社の人たちと飲んで、マジで、もマジでめっちゃ酔ったの。マジでめっちゃ酔ったの。それに比べたらもう一切お酒頭にないです。もうね、本当に激二日酔いだった。いや、もうマジ三日酔いレベルで二日酔いだった。久しぶりにめっちゃ飲んだら、もうめっちゃ。エンジンかかってない、やばいやばい、でも終わりたくない、みんなともっと喋りたい。私ってね、なんかね、肝臓用、多分肝臓の分解速度が遅いので、本当に分解速度遅すぎて全然ね、え、ね、ゲーできないんですよ。ゲーできないからもう残るしかないので、しかもで分解速度遅いからめっちゃ残るの。はあ、あくび。オレンジの床ガチ？これ？ちょ待って、マジで、じゃあマジで終わらんってやばいって。でも私は終わりたくない。違う、な、寝たら起きれない。でもさ、もしこれさ、遅刻しててさ、もっとさ、かみちぎの遅刻ってさ、例えばさ、会社、クライアントさんが思ってさ、後でさ、だから名前をなんか調べてさ、ゆきな、かまちさん1時ぐらいまで配信してたからやんとかってなったらやばいよね。うん。7時には起きたい。え？ 7 時には起き、7時に起きてダメだ。6時に起きたい。でも私5時間寝れば大丈夫なんですよ、多分。海岸線を、ケツ着て走る遠くの砂浜、ルチュルチュ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 、君と二人でサンダル履きで。最近もニアジョイ、うん、最近もニアジョイ、最近はもうニアジョイ。もしこれが、もし受け取ってハートにめくる間、ずっと思い合いたい。最近カラオケに行けてないのが悪いんだ、私が。マジニアサ、マジでニアサ、ニアリーイコールサーティじゃあマジで、マジで大丈夫、やめるから。こいつ、ちなみに私いつから配信してるかだけ教えてもらっていい？やだよ。でもさ、もう、ま、皆さん、もう来週のわけですよ。ってことは、もう眠れないよ、ドキドキだって、トリプルデーツですよ。やっとこの日が来た、授業中じゃない君、みんなが、みんなはどんな服で来るの、スニーカーでいいのかな、二人ではないけどデートなのかも、それぞれの思いは空を駆け回る。エコナイジャイゴー。いいから寝ろ、すいません。忘れないよこの夏の匂いだって。で、私本当にさ、声出し現場行ってもさ、チキってマジで声出せないから、ちょっとこういうとこでしか、マジで私さ、本当にみんなの前でしかさ、ちょっとこんな陽キャの演じられない。本当にどうしよう、私本当に陰キャなんです。こんな感じしたい、行かないじゃいかーとか言ってるけどさ、せーの、行かないじゃーいみたいな感じで、本当に本当にやめようって感じ、本当にちょっとみたいな。で、でもなんか、せー、行かないじゃーいって言ってメンバー来ても、私なんか本当にめっちゃ、もうメンバーにめっちゃ本当はレッスンもらいたいのに、なんかあんま控え、もうなんかあんま出しちゃう、もしあれだよねとか言って、こうやって出してるんだけど、ここまで、え、なんかタイガー、ファイヤー、サイバーって言ってるけど、心の中ではタイガーって言ってる。
心の中だけでね、全部もういく時に君は誰というどこまでなんだっけ間に合う誰の手も取らず一人きりで踊るさよなら絶景持ってます。君が好きだよなんて思わないようにするラストチャンスラストダンスかと思いちょっと待って10分だったらランキングで終わろう。じゃあ私は今ゼッケン家に2つある。1つはあの子の分。え、だってニアジャイさ通販で売っとるで。え、今も売っとるか分からんけど通販で買えるよ確か。今ならニアジャイ、うん、2人でライブ行く時声出せる。2人でライブ行ったら声出せる。もう一個もう一個、え、分からん、ないんかな。え、私はゼッケンを手出さないって決めてたのに手出しちゃった。ちょっと僕って人はどんな人背中を抱え一人の夜に鮮やかに胸花になろう中毒のようなにすごく出ぬいたいのでるちゅ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 ドキドキがかれらららららってててだててててるるるるるるるさすがそろそろあなたに恋する。私へ気づいてほしいのです。愛に愛して恋に恋する。僕らはそうさ人間さ私って結構さ実はいろんな曲知ってるんだよ。みんな知らないかもしれませんが酔ってません。本当に一個もクラクラしないし一個も頭痛くないね。10分なっちゃう。あとね10分なっちゃうよろしいよろしく自動でレレレ自然どうしても会いたくて授業はいつ消えた肩ばかりの中古のバイク君なんだかねフルスロットでメッサイブ。はい、すいません、以上です。ランキングを読みます。本当に会った時には配信しません。本当に会った時には配信、あ、違う、配信しませんから。 Yes, let's go。 13位チュンチュンさん、12位エビ様さん、11位アイちゃん、10位マコリンさん、9位キャスターさん、8位タケルさん、7位キッちゃん、6位ジュンさん、5位ハマーさん、4位ヒデさん、3位ぶっちゃん、2位レッドブルさん、1位きのじいさん、ありがとうございます。明日も配信、明日は無理、もう明日は疲れた、明日は疲れて帰りたい。ちょっと姫ターンビームってやばな、美しくない、姫ターンビーム、姫ターン、隣の部屋いない、ここ角部屋だった、こっち誰もいないさ、こっち誰もいないが叩き放題。じゃあ最後、エンディングテーマを歌って終わりたいと思います。
キム、じゃあエンディングはじゃあシャッフル流れてきたやつ。あ、ちょっとシャッフル流れてきたやつがちょっとセクシーな曲すぎたのでやめます。あの、ちょっとそれはあれだ、セクシー、あのちょっとさ、クリープハイプってちょっとセクシーじゃない？どこか遠くの君へ歌を届ける涙流したがり今は聞いて小さいぬいとこに抜けてそうよ私だけ信じてこの歌委ねて全部忘れてレッツアイド寝るよ。これ歌う同じアバター、それ何のアバター？はい、いつもね、はい、以上今日のエンディングテーマはニアリーイコールジョイで笑ってフラジールでした。ということでもう終わりの時間となってしまいました。皆様良い3連休をお過ごしください。やだよ、お過ごしくださいバイ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 。このバイバイカリンっぽい言い方。バイバイ。本当にバイバイ。バイバイ。